どうも、ジャッカルです。この間の北斗、YouTube の僕のコミュニティで、北斗神拳、史上最強の、剣士とか、まあ、まあ、縛りは、まあ、ラオとかトキとか抜きにして、みんな伝承者、継承者として、アンケートを取りました。その結果がこれです。まあ、この、主剣、北斗神拳創始者ですね。で、霞鉄心、霞剣士郎っていうのは、北斗の剣、あ、この霞剣士郎はこの北斗の剣の剣士郎の二代前の、継承者であると。で、その二代前の継承者を主人公とした蒼天の剣っていうのがされて、ありました。で、それの父親が霞鉄心。これが 1% ですね。で、その、蒼天の剣の主人公である霞剣士郎は 12%。で、この龍剣なんですけど、これ実は、本名、もともと霞ラモンと言ってまして、霞剣士郎の弟です。実弟。で、これが 7%。で、いよいよ北斗の剣の主人公の剣士郎が 76%。となって、圧倒的に、北斗の剣の時の剣士郎が、この、歴代で一番強いのではって言われ、っていうそういうアンケート結果が出ました。そこでね、ちょっと、まあ、それぞれ、この、投票した、理由があると思うんですよ。その理由について考えていきたいと思います。まあ、それは時代が違うんでね、実際、戦わせることというか、まあ、はもう不可能なんですよね。前世紀同士で。で、主権。これはもう創始者なんで。まあ、どの世界でも何でもこう、一番初めの人が一番すごいと。そういう考えの人が、まあ、ここに入れたのではないかなと僕は思っております。違うかったらまた、またコメントをしていただいたらいいかなと思います。で、霞鉄心、1% と少ないんですけれども、次の代の継承者、また次の代の継承者、その、二人の伝承者、継承者の、実の父親であるっていうところも鑑みて、この霞鉄心の、遺伝子はやばいぞという意味合いで、こう、入れたのかなと思います。で、次、霞剣士郎。この人何がすごいかというと、一度も負けてないんですね。伝承者、継承者なんて負けてないというか、一度も負けることがなかった。それはね、伝承者が、継承者が殺されてしまったらね、そこで終わってしまうからね。で、龍剣。ここに入れた人は、おそらくね、ラオウが反発してきたときに、若き日のラオウを七星転身で追い詰めるんですよね。ただそこで急に、まあ、歳のせいもあって、心臓が、に来て、ラオウこう、の剣を封じることができなかったんですけど、すごくこう、頭髪もなく、だいぶご高齢、だいぶご高齢なのに、若き日のラオウを追い詰めたという。だから、前世紀はすごかったんじゃないかなっていう意味合いも含めて、入れたのじゃないかなと思います。で、この、ケンシロウの 76% なんですけれど、ケンシロウっていうのは実はもう、みんなに知られてるだけで、4回負けている。まあ、そのうち一回は子供の時なんで、なんと十人組手で、なんと白露軒の衆に負けてしまいますけど、それはもう子供の時だからしょうがないとして、それはそこで、ね、衆がやられてたら、なんと政権ってなんやねんっていうことになりますからね。で、いわゆる継承者になってからですよ。継承者になってから3回は負けてる。1回目は、
なんと古州県。まあ、当時は、当初はなんと政権って言ってましたけど、なんと政権、なんと古州県の新。まあ、恋敵ですね。に、なんと国土県。アニメ版では国殺県。一撃でやられてしまいますからね。もう、だから新も、大したこう、実力者だなと思います。で、衆、新、まあ、衆は入れるか入れないかっていう、人の、それぞれ判断です。次、サウザーですね。聖帝サウザー。聖帝サウザーにもやられてますね。最初、サウザーの、帝王の体の秘密がわからないというので、飛行をついたつもりでもつけてなかったという。で、極性銃事件で切り刻まれるということになりますけど。で、まあ、まあ、リベンジはね、その、いずれも果たしてるんですけど、シンにもサウザーにも。で、海王ですね。海王もそうでしたね。うん。あれなんか、あの辺だったらちょっとこう、じっくり見てなかったんで、あれなんですけど。まあ、ほんだけ、負けてるにもかかわらず、まあ、そこでとどめ刺されてたらまずかったわけですよ。ね。で、この76は、この圧倒的な、この、支持っていうのは、運も実力のうちだと、いうのであらば、納得いくのかな、と思います。相当な強運の持ち主ですね。それは、核戦争、まず核戦争で生き残った、中で、強靭な肉体を保持しているっていうところで、まず、すでに、まあ、そこでみんな、世紀末の中で、まあ、世紀末って、実際の世紀末は違いますけれど、あの世紀末の中で生き残っただけで、まあ、運はいいんですけども、その中でもさらに、強運の持ち主であるっていうのは、第64代北斗神拳継承者の、ケンシロウであるということで、今日のお話はこれぐらいに、させていただこうかと思います。ジャッカルでした。